もこんにちは。ちょっとセッティングをさせていただきます。はい、これなんですけど、平成コルデ委員会会長の里村です。どうぞよろしくお願いします。中島です。よろしくお願いします。お願いします。はい、このコーナーはですね、世の中にあるこれでいいのかというのを、お見せして、それを2人でバッタバッタと切っていこうと思って。いや、僕は切らないですけど。切りましょうよ坂丸さんが会長で、はい、僕普通の一般人です。会員とかじゃないんで、協力し合いましょう。いや、協力はし合いますけど、1ヶ月に1回ぐらいやってるんですけど全然噛み合ってないですまあ今日も多分噛み合ってないんでしょうけど大丈夫です。今日は見つけました。さ、もうここに会場に来てこれでいいのっていうのを見つけてしまいました。僕なんすか。岩井さんちょっと来てください。岩井さん、岩井さん、これいいのかっていう、はい、俺おいくつでしたっけ。50歳になりますね、はい、これ見てください。ボタンが大違いですこれでいいんですか。50歳になって。これはダメです。本当だ、はい、ありがとうございますで、僕の方もちょっとこれ僕すごい猫背なんですよね。はいはいはい、はい、でこれ通販で猫背矯正っていうやつを買ったんですよ。これ、あ、なるほど、そういう、これ案外高くて6000円プラス、こう送料で、送料めちゃくちゃ高かったんですけど、はいはいはい、これなかなかこうなっちゃってはまらないんですよ。これメタボリなんで、はい、これおろそにしちゃったっていう。サイズ間違いなんじゃないですか。いや、これ LL なんですよ。これ一番でっかい LL なんですけど、残念なこと。バッサバッサ切りましょうよ。切りましょう。ちょっとなんでそんな切りになっちゃったんですか、ね、今やってこれ会場始まる前にやったらバシ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 取れちゃったらできねえよ。俺はちょっと寂しいな。佐藤さん声だけは張ってます。はい、わかりました。行きましょう、はい、では用意してきました。マスク、はい、これエスカレーター。あ、これからエスカレーターを切っていくわけですか。切っていきます。これダメでしょ。エスカレーターって何がですか。エスカレーターっていうのは、関西と関東ではこう立つ位置が違うんですよね。ご存知だと思うんですけど、そうです。関東では左に立って右をこう歩かせる、はいはい、関西は右に立って左に歩かせる、はいはいはい、でこれはどっちが正解かというと、関西の方が正解なんですよ。で、それはなぜかというと、1970年大阪万博でそういう世界的なマナーを大阪の人たちに知らせる。僕緊張してます。はい、分かってどうしたんでしょう。言葉が出てこないです。で、それで一度それで、はい、皆さんあったかいんで大丈夫です。あったかいですか。分かりました、はい、分かりました、頑張ります。で、それで国際的なマナーを知らせるために関西の人たちにそういう風にしましょうっていう風にしたんですよ。なるほど。でそれはいいんですけど、いいんですよ。それはいいんですけど、エスカレーターのスピード、それが関西の方がちょっと速いんですよ。で、関東が遅いんですよ。なるほど。なので関東の人たちは歩くんですよ。これめちゃくちゃ暖かくて、今日とかも傘を持ったまま歩かれるから、ここびしゃびしゃになったりするんですよね。で、はい、この前乳母車、古いですけど、ベビーカー、ベビーカーこれも先代が僕も50歳なんですけど、で乗せたままこう上がっていく若い奥さんがいて、危ない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 、めちゃくちゃ危なかったんで、乗ってた子供が降りてお手伝ってましたからね。それほど危ないんですよ。今のは嘘ですよね。はい、で、東京の巣鴨のおじいちゃんのおばあちゃんのたくさんいらっしゃる巣鴨の声優のエスカレーターっていうのはこう遅くて、はい、こう登り切るまでに3分ぐらいかかるらしいんですよ。おお、なるほどなるほど。これも嘘ですけどね。なんで嘘なんかで、いやいや、それでもそれぐらいお年寄りには優しくしなくちゃいけないっていうことなんで、危ないから。これ、あ、なるほど。なんでこれシルバーエスカレーターをぜひ設置してほしいなと思うんですよ。これなかなかいいことを、まあいいことは言ってると思いますけど、これ海の家、あら、これは絶対ダメですよ。何がダメ。これフレンチだから、こうした若い男女が太陽の下でこの卑猥な遊びをするとこじゃない。いや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 、シャワー付きの混浴浴場じゃないですか、海の家って里村さん頭大丈夫ですか。大丈夫ですよ。で、大
には海だけじゃなくて山があるわけじゃないですか。山ありますね。だから海の家があるんであれば山の家というのがあっていいわけなんです。なっちゃダメですこれ。逆に山小屋的なのもありますけど、山小屋はダメですよ。山の家がないとダメです。海の家に対しての山の家がないとダメ。そうそう、海の家で水着でビーチバレーするんだったら山の家で水着でキノコ狩りをしてもいいわけですよ。いやダメですよ。いいんです、海の家で浜辺でスイカ割りするんだったら山の家で岩壁でクルミ割りをしてもいいわけなんですよ。これはいいんですね。で海の家で男女が、若い男女が出会ってホテルに行くんであれば、山の家でクマたちの野生動物と出会って遭難して山小屋で一泊するとかいいじゃないですか。こういうのがあったってね。なんでこれはね、海の家っていうのは絶対に独占禁止法違反ですね。これは会話の後半からみんな多分分かんなくなる。ですか、伝わってませんか。大丈夫ですか。で、ミドリムシ、これご存知ですか。ミドリムシ、微生物、微生物です。4月から夏にかけてこう発生する緑のこう幹細胞生物なんですけどね。これは動物と植物の2つの要素があるんですよ。どういうことですか。いや別に怒ってないですよ。俺どうしようかなって。あいつどうしよう。もうちょっと優しく言う。はい、わかりました。あれですよ、動物的には自分で動けるんですよ。鞭毛運動とか言って光がある方向に向かって動けるんですよ。で、そのくせに自分で光合成で自分の栄養を自分自身で作り上げるんですよ。これ植物しか光合成ってないんですよね。中途半端なやつなんですね。で、これを食べたら美味しいんで、栄養がいっぱいあって美味しいんじゃないかなという科学者が現れまして、アホな科学者ですね。そう、プールにそれをミドリムシを大量に発生させて、ほっといても出るのに発生させて、わざわざで、それを緑の粉にしてこう食べちゃう。流行ってるらしいですよ、これネットでも。どこで流行ってるんですか。ネットの中。いや、テレビでもやってましたからね。ネットとテレビで流行ってるらしいですよね。緑虫のラーメンとか、緑虫のクッキーとかも作っちゃって、それを食べて、それを健康になろうみたいな。そうそうそう、レポーターが食べて、うん、美味しい緑虫の味がするって書いてるんですけどね。これもうアホですよ。これバサって切ってください。こうダメ、これダメ、ダメですよ。これダメ。これは緑の粉、すなわち粉わさびと間違えて SB 食品が激怒する。ね、そうでしょ。ダメですよ、これは絶対。で、これ切りましょう、もっと。もう切りましょう。これめちゃくちゃ腹立つ。聞いたくて聞いたくて、今日一番聞いたいやつです。カラ本編ですよ。今までの忘れてください。緊張しました。緊張して、今解けました。これで解けました。これ我が家の便所スリッパっていう子。これはね、どうですか、中島さん。何がですか。便所スリッパ。まあありますよ、普通に。どんなやつですか。ミッキーのマークがついてるやつ。いや、うちのは100均かなんかプラスチック的なエナメルな。いいですね。我が家の便所スリッパって紙で、紙。紙なんですよ。紙ですね。紙、噛んじゃったけど紙なんですよ。はいはいはい、紙でできてて、なぜ紙でできてるかっていうと、何ですか。僕の家族って3人家族なんですけど、はいはい、娘と嫁なんですよ。ああ、じゃあ男一人、女二人みたいな。だからトイレで僕立ってやると、こう床が様子っていう。まあまあ男の人がねやるとまあそうなっちゃいます。で座ってやってって言うんですけど、僕は。もう立ってやりたいんじゃないですか。これ男の保険に関わることだと思うんですよ。まあまあ男の人はもうそんな座ってられるかっていう人も中にはいます、ね、そうそうそう、保険に関わるし股間にも関わるんですよ、これは。なんで嫌ですって言ってたら、ある日その紙の便所スリッパが置いてあって、はい、これで履いてって言うんです。とか思ったら、それでなんか掃除をするからそれを使えって言うんですよ、はい、でそれはいいんですけど、この紙のスリッパっていうのがちっちゃくて女性サイズに合わせてるんですよ。なんで履けないんですよ、なかなか。なんで踏んづけたら、なんで踏んづけるのよってめちゃくちゃ怒られて、あら、うん、でしょうがないからこう無理してこう履くんですけど、今度履いたらいいけど脱ぐ時にこうカッカッ、紙だからもう全然重さがないからカッカッってやってたら、ドアの隅でガーンと小指が当てて、痛い痛いってこう完全に家庭内暴力です、これは。ここまでキョトンとさせます。ね、
さんとこけんで相沢さんが苦笑いね、これは絶対かけない暴力ですよ。まあそういうことにしておきましょう、もう。これ最後ですから、ご安心してください。最後になります。そうですよ皆さん、最後ですからね、共感してください。そうですよ、今まで本当共感されてないですね。ゆっくり多分みんなあーって心の中で思ってるんですよ。はい、こう AC ジャパンご存知でしょうかね。なんすか AC ジャパン。 AC ジャパンってこれ前は公共広告機構っていう名前ご存知ですかね。あの民間のこれ会社なんですけど、あの日本の公共のマナーを向上させましょうっていうやつなんですよ。AC っていう、そうです、これも万博からできたやつなんですよね。なるほど。で2009年から AC ジャパンになったんですよ、はい、で AC ジャパンになる前は割と分かりやすいコマーシャル出してたんですよ、うん、1991年にはあの片方がギガのピーコさんが、ギガのピーコさんがアイバンクに登録しましょうとか、でその前の年はあのその年にあの自動車事故で亡くなられた坂井典子さんがあの雨の中誰を殺したの。お父さんが亡くなられてかわいそうなんですよ。お父さんがね、そうそうそう、お父さんが交通事故で亡くなって、その年に雨の中傘さして、あの乱暴な運転はしないでね、家族が泣いてますよって。なるほどなるほど、それ分かりやすいじゃないですか。分かりやすいですね。 AC ジャパンになってからよく分かんなくなってきて、あの去年震災があって、皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、 あの挨拶の魔法っていうやつ、ああ流行りましたね、おはよう、何でしたっけ、おはようワン、こんにちはか、こんにちは、おはようウサギとか、おはようウサギ、まあそれはいいんですけど、あれ、なんで一滴まスカンクって、これダジャレ以下でしょ、何ですかスカンクって、あら共感のところもないですね。でそういうのがあるわけじゃないですか。ありましたね。あとあれ、子供でしょうか、家誰でもって、それもありました、ね、あれもわけわかんない。もし平次が子供お前犯人だろって言ったら、いや誰でもって言ったら絶対その場で射殺されますからね。うんって言われましたね。もうこれ意味不明です。僕自身がもう意味不明だなっていう、これ共感されたなっていう、ね、ああそうですね、もう里丸さんは意味不明っていうね、これ伝わったんじゃないですかね。意味不明だし、もうめちゃくちゃ緊張しましたっていうことですね。まだありますよ。でもあ、ありますね。で中島さん、はい、なんかあれないですか。あ、じゃあ僕はあの大喜利的なコーナーをやらせてもらいまして、はい、こんなテレビ CM は嫌だって、あ、さっきの AC にかけたわけですね。まあまあそうですね、まあ、こんな CM あったら嫌だなっていうのを、もうこの今日の MVP の里丸さんがバッサバッサとツッコミで、あ、ツッコみます。僕じゃあどちらかというとこちらのボケよりかその後のリアクションを楽しんでいくなという。じゃあ、はい、行きましょう。あ、じゃあこんなテレビ CM 嫌だ。どんな CM？ 一度聞いたら耳から一生離れない呪いの CM ソングを採用している。キャー怖い、ポポポーン、こんなテレビ CM は嫌だ。こんな感じで行きますから、ね、こんな CM 覚悟してくださいよ。あ、いや、もう一回言う、ね、こんなテレビ CM は嫌だ。どんな CM？CM なのに1時間くらいあるから CM 中に CM が入る。いつ取りに行けばいいんですか。膀胱パンパン、こんなテレビ CM は嫌だ。どんな CM？ 簡単と行くんですね。あ、分かりました。何を分かった簡単とはいかないこんなテレビ CM は嫌だ。どんなテレビ CM？ 他社製品と比較したら、あの自社製品が負けてしまう比較 CM。買っちゃダメ、ごめんなさい。どのポジションのこんなテレビ的 CM は嫌だ。どんな CM？ 無視です。続きはウェブでというからウェブに繋いだらワンクリ詐欺だった。金返せ、嫌だ。どのシテムこんなテレビ CM は嫌だ。どんな CM？ 食事時なのにうんち関係の CM ばかりある。食べられなくて痩せちゃったよ。スカトロダイエット。何を言ってるこんなテレビ CM は嫌だ。どんな CM？
正解は CM の後でと言っていたが CM が明けても教えてくれない。意地悪ごめんなさい謝っちゃった。本立てやだ。どんな CM？ つまらないのに面白いと金のために嘘をつく映画評論家のおすぎ。それはただの悪口。シャックお口ちゃこんなテレビ CM みたいやだ。どんな CM？ 名探偵コナンが主演の生命保険の CM。 関係者死にすぎ。でもお次は大絶賛。なんでこんなテレビ CM やだ。どんな CM？ オセロ中島智子が広告塔の自称霊能者の勧誘 CM。 そこをちゃんとはっきりしましょうよ白黒。オセロだけにね。おうまい以上